おい、ソシバ、お前最近やる気ないですっていう動画出したよな。筋トレできませんみたいな、飲んだくれて。なんか間違ってへんか、やる気ないですって。お前もともとやる気ないやろ。お前にやる気あったことなんかこの33年間あったか。ほんま、ろくに勉強もせんとシンナーばっかり吸ってほんまに。お前最近やる気あると言ったまま視聴者の女ちょっと遊んだりするときだけやんけ。やる気出して違うやる気出してんの、ほんま。お前は2番目社長か、ほんまに。見とけよ、俺が今からな、ほんまのやる気っていうものを見せるためにな、今から俺がジョーブログばりに100キロマラソンするわ。見とけよ、100キロマラソンや。これはやばい。筋トレするのにね、やる気なんていらないと思います。僕も今日ね、超ね、ゴールデンウィークのね、渋滞の中、行き帰り往復ね、7時間運転して、やっと今目的地に行って帰ってきました、日帰りでね。それでもね、もうやる気なんてないんですけど、もう今日筋トレした、その気持ちだけでやってます。ゴールデンウィーク中もね、どんどんねトレーニングしていきたいと思ってますな。そしば、女ばっかりいかんと、ほんまに。重たい重りつけた細長い棒を持ちましょう。うん、まだまだいくよ。なんていらないよ、筋トレにね。足が動かない、自分の足じゃないみたいや。目標の100キロまであと9キロ、9キロ、そう、3回にしよう。とりあえずやるわ。すいません、僕も目標のね、あと3回できませんでした。これ以上は体のダメージがあるんでやめときます。本当すいません。ということでね、今日もソシバカ、今からね、明日朝一でね、君はね LA に行って、本場ハリウッドのジムのトレーナーのトレーニングを受けるぐらいね、しんどくて何を言ってるか分からんけど、とりあえずね、北島達也のねワークアウトっていう動画、もう一回ね初心を入れ替えて一から見直していこう。ツッコミどころを探そう、みんなで。さよなら。